い、サバの味噌煮缶です。オープン。これこれ、大根の皮を剥きました。これを半分にします。こちらはサバ缶用、こちらはイワシ缶用です。さあ、これを切っていきます。はい、万能ネギでーす。これを小口切りにしていきます。必要な部分だけ切って、あとはそばの出しておきます。はい、はい、万能ネギでーす。はい、オーバーでーす。これを千切りにしていきます。サバの味噌煮缶、そして万能ネギ、それから大根おろしを混ぜていきます。はい、みょうが、さらしていただいて、そしてです。はい、これでよく和えます。最後に酢を入れたのがポイントですね。はい、OK です。はい、ここに盛り付けです。今日は3人前ぐらいですかね。はい、完成です。おかずになります。